パリ五輪第16日女子ゴルフ2024年8月10日ゴルフナショナル6374ヤードパー72五輪2大会連続メダルのリディアコ27イコールニュージーランドが通30アンダーで金メダルを獲得したコア16年リオデジャネイロ大会で銀メダル前回21年東京五輪で銅メダルを獲得しており 今回の金メダルでメダル3色をコンプリート、ゴルフ界初のメダルスラムを達成した。7日の第1ラウンドは72のイーブンパーと決して順調なスタートとは言えなかったが、第2ラウンドで67とアイアンのキレを生かして通算5アンダーと伸ばし後半戦に。ツアーではムービングデーとなる第3ラウンドも68の4アンダーと伸ばし、モルガンメトロスイス。 と共に 2, 3, 9, アンダーの首位タイで最終日を迎えていた最終日は耐えるゴルフとなったが1打差の単独首位で迎えた何が起こるかわからない最終18番で2打ち目を刻み3打目勝負を選択その3打ち目が圧巻だった一メ奥1メートルにバックスピンできたりこのパットを真ん中からしっかり決めバーディーフィニッシュ最終的に2位のヘンゼライトドイツ 二二打差をつけて偉業を達成し歓喜の涙を流した。この金メダルでポイントを加算し、LPGA の殿堂入りも決めた。下向き黒三角リディアコ今日の18ホールは私の人生で最も重要な18ホールだった。自分の運命を今週末に書くことができて夢のようだ。私は3回目のオリンピックで素晴らしい経験をできた。 18番のティーショットとセカンドショットは私の人生で一番重要な2つだった。最悪でもパーを狙おうと思っていた。